容器は損傷ない、メルトダウンしていない、放射能漏れ多くはない、数値は上昇していない、人体影響すぐにはない、安心安全広がない。それから2つに経った頃、同じ政府の言うことには、格納容器は無事ではない、メルトダウンは疑いない、放射能漏れ少なくない、数値上昇再現ない、人体影響すぐにはないが、5年後のことはわからない、安心安全触れられない。要するに、前の説明本当のことは一つもない。近くに住んではいられない、一時避難は避けられない、気の身気のまま行くしかない、そのまま今でも帰れない、いつ帰れるかもわからない、こんなのを一時避難というわけない。それでも政府は謝らない、責任取ってもさらさらない、伊藤電信社も言わない、東大